はい、こんにちは、美容師の野です。今回はセルフカットで小顔効果に、顔周りのところをうまく工夫してカットすればいい感じに見えるということについて話していきます。顔周りの髪をちょっとね、工夫してセルフカットしてあげることで顔周りをひし形に見せる。そうすることで小顔効果にもなったりもします。今日はそれについて解説いたします。若干今日は難易度高めですが、では早速行ってみましょう。ではやっていきます。どこの部分の顔周りの髪をカットした方がいいかというと、前髪ありますよね。ここから1センチぐらいの髪をちょっと短くして、そして軽くしていきます。そうすることでポイントがひし形になる。前髪があってのひし形になることで小顔効果にもなります。今の状態だと真四角なので、小顔とはなかなか言い切れないですよね。なのでこの1センチをどこに持ってくるか、そしてどうやってカットするかでひし形ができちゃうということがあります。ということで、まずハサミでカットして、すきばさみで軽くするやり方をね、今からやっていきます。まずじゃあ1センチということは、ちょっとね、まずは少なめでやっていきましょうね。だいたい前髪がこのぐらいなので、この1センチぐらいかなというところを分けていってください。ここの髪ですが、かなり短くするとやはりね、スタイル的にどうかなというのがあります。なので今このぐらいの顎ぐらいの長さであれば、とりあえずこの唇よりは下目でカットしていってください。慎重にね、していきましょう。この時もね、ちょっとずつ縦でやるようにゆっくりカットしていきましょう。こんな感じで作っていきます。こうなることで若干目線がまっすぐじゃなく、ちょっとね、奥行きが出たように感じますよね。ここからすきばさみで軽くしていきます。どう軽くしていくかというと、毛先をポンポンじゃなくて、前髪と この部分をつなげるような感じで斜めにカットしてあげる。そうすることで前髪から自然とさっき作った髪の毛につながるようなイメージになるので、ちょっとずつね、やっていきましょう。この時もね、慎重にこんな風に前髪とつなげるような感じでちょっとカットする。そうすることでいい感じにね、ひし形というか、ちょっとね、丸さが出てシュッとなるような感じが出ますよね。顎ラインがすごくね、こっちの方が綺麗にね、見えることにはなりますよね。ちょっとね、慎重にもう一回すきばさみを入れていく、そんな感じでやっていきましょう。徐々にね、やっていくことで見え方がね、変わってきますので、自分がこのぐらいでいいんだというぐらいの位置で止めておきましょう。こうすることでひし形ができていきました。全体的なバランスもこちらの方がひし形で小顔効果にも見えます。こちらはこちらでシュッとした感じにもなりますが、ちょっとね、ここら辺の厚みが気になる。こちらの方の方が綺麗に奥行きがあって小顔のように見える。もう一回言いますよ。こちらの方が前髪と横のこの四角状態になってます。ただこちら、先ほど顔周りの髪を短くして軽くしたところで、ちょっとね、奥行きが出つつひし形になりました。そうすることでなんだかね、小顔に見えませんか？明らかにね、違いますよね。ちょっとしたことでね、小顔効果になります。じゃあね、もう一回ちょっとやっていきましょう。結構難易度は高めです。前髪をからの1センチですよね。1センチ取って、だいたいこのまずは唇ぐらいかなっていうところで長さをカットしておきましょう。この時は本当慎重にしていってください。最初はちょっと長めな感じで残していってくださいね。こんな感じで縦でやっていきます。そうすることでちょっと長めかな、もうちょっと切っていこうかなっていうぐらいな感じで少しずつカットしていってください。この時、この1センチ以上切らないでくださいね。まず1センチです。それ以上切ってしまうと違うヘアスタイルになっちゃうので、気をつけてやっていってください。こんな感じで1センチぐらい、唇ぐらいの長さに切りました。それからすきばさみで軽くしていきます。すきばさみを入れるときは、前髪と先ほど切った髪の毛がつながるように感じで、こんな感じで前髪の先端部分に流れが来るように、こんな感じで、まあ、こういう感じもいいですよ。こんな感じでちょっとね、つながるような感じでやっていくと良いです。で、少しずつカットしていく。こんな感じ、少しずつやっていってください。こうすることで徐々に徐々に奥行きが
出てきてひし形になっていきます。慎重にやっていきましょう。顔周りなんでいっぺんにパツッと切ってしまうとすごく短くなってしまったりとかっていうことがあるので、そこら辺はねご注意ください。なので真四角だったのがちょっとね奥行きが出てややひし形寄りになってきました。そんな感じでやっていくと良いです。顔周りの印象もね明るく見えるようになりました。やはりね真四角であるとどうしてもね暗く見えたりとか重く見えやすいです。なので顔周りの1センチ短くして軽くしてあげることで表情もねなんだか明るいように見えたりもします。不思議ですよね。ということでハサミとすきばさみを使って先ほどやりましたが、こういうヘアカッターでも可能になります。ヘアカッターの方が案外やりやすかったりもしますね。そのやり方もちょっとやっていきます。手順は同じように前髪から1センチですね、約1センチを取ってください。それ以上は取らないでください。ここのだいたい唇下かなというところをちょっとね短く長さを切っていきます。こんな感じで切っていきます。そしてこれで軽くしていく、ちょっと軽くしていく、こんな感じで長さを切るんじゃなくて軽くしていく。そうするとすごくねいい感じに優しそうな雰囲気に見えましたよね。これはかなりやりやすいです。ヘアカッターだとかなりねやりやすいです。こんな風に自然とちょっとね奥行きが出ながらの優しいイメージになりました。もう一回ちょっといきましょう。前髪からの1センチを取って長さを少しねカットしていきましょう。で唇下ぐらいかなというのをやっていきます。そしてスキ量多めを今使ってるんですが、心配ならねスキ量少なめというのをねキャップをつけてやっていく方が失敗は少ないです。で徐々に軽くしていきましょう。そうすると表情もね明るくなったように見えませんか。これだけでもね見え方がね変わります。真四角じゃなくちょっと奥行きが出たひし形チックになります。これによって小顔効果にもなったりということがあるので、ちょっとしたカットでここまで変わるのでぜひねやってみてください。はい、ということで今回はセルフカットで顔周りの髪をちょっと工夫してカットすることで奥行きが出てひし形になって小顔効果になるというやり方について話していきました。言葉でねもう一回おさらいしていくと、前髪があるじゃないですか、前髪を横1センチを取ります。この長さをちょっと短く、スタイルにもよります。基本的には横の長さよりもちょっとね短めぐらいでカットしていってください。それからすきばさみで軽くしていく。で、すきばさみで軽くしていくときはなるべく前髪を流れに合わせるような感じで、まあ、つながってるような感じで軽くしていってください。そうやるとねちょっとね奥行きが出て、この顔が周りのところがひし形になって小顔効果にもなりますし、なんと表情がね明るく見えるということがねあります。こういうヘアカッターを使ってもすごくねやりやすいです。特にねこのヘアカッターというのはそういうところで使うのもね便利なので、これもねかなりねいいですので、ぜひね使ってみてください。ダイソーとかでも100円で売ってます。まあ110円ですよね。なのでセルフカットには非常に便利な道具ですので、ぜひねこれを使ってやってみてください。ということで顔周りのカットでめちゃくちゃ印象は変わります。ただ非常にね難易度が上がりますので、慎重に慎重にやっていかないと切りすぎたりとかなんか思うようにいかなかったりというのがね出てくる可能性があるので、少しずつやっていってください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。